さんこんにちは。アーミオモデサンドをトップスタイリストの島田です。私のヘアのこだわりは、前髪、ちょっとシースルーにこうちょっと透け感を出すことで顔をパッと明るく見せることだったりとか、あとはカラーに関しては立体的にアレンジをした時に見えるようにハイライトを入れています。でカラーリングは3週間に1度ぐらい、定期的にこまめに、カラーチェンジして体色がないようにしています。でメイクに関しては最近は赤いリップとか結構力の強い色味を使うことが多いので、目元にはあまりこう強くポイントを置きすぎないような感じなんですけど、さりげなくラメを使用してちょっと粒子の小さい細かいラメでちょっとポイントをつけています。ファッションに関しては、営業スタイルは特に、動きやすかったりとか、あとはまあサイズ感を、一番気にしてファッションのスタイリングをしています。インスタグラムやお店の YouTube で、細かなメイクだったりとかアレンジ方法もたくさんアップしておりますので、ぜひチェックしてみてください。